おい、皆さん、こんにちは。小坂でございます。学校であった怖い話、極め、続きをやっていこうと思います。さあ、今回は、極めの新シナリオを攻めていこうというね、試みで3週目をやっておりますが、実はですね、極めには呪われたゲームシリーズっていうシナリオ群がありまして、それを出していこうかなと思っております。で、一つは、鳴神学園七不思議にもうすでに実装されているんですね。予想がつくと思いますが、そちらの方のシナリオからやっていこうと思います。進藤先輩、よろしくお願いします。展開が同じなのかね、ちょっと気になるところですけどね。私もゲーム実況のねお話は実はワンルートしか通ってないので、通ってないルートをね行こうと思っておりますよ。次は俺の番か。じゃあ改めて自己紹介をさせてもらうぜ。俺は3年の進藤誠だ。みんなよろしく。俺が話すのはトランプにまつわる怖い話さ。トランプ、遊んだことないやつはいないよな。坂上はトランプ好きか？はい、ここでは嫌いを選びます。そんな言い方をするもんじゃないぜ。せっかくこうして人が話してるんだ、義理でも好きですって答えられないもんかね。もう一回聞くぜ、坂上はトランプ好きか？さあ、ここでは固くなに嫌いを選んでいきます。つまんねえ男だなお前って。トランプの話をしようと思ったけどやめちまおう。僕は慌てた。すいません、進藤さん、どうか話を続けてください。進藤さんはじろりと僕を見た。考え直してやってもいいぜ。でも普通に話すのも芸がねえよな。こいつで話す内容を決めるってのはどうだ？はい、トランプの話をしてましたからね。トランプが出てきましたね。そう言いながらポケットから一組のトランプを出した。そんなものを持ち歩いているなんて、よっぽどトランプが好きなんだろうか。進藤さんはトランプから3枚のカードを抜き出した。ここにエースとキングとジョーカーの3枚がある。進藤さんは話しながら裏を向けたままの3枚のカードを並べた。坂上、この中から1枚選びな。エースだったら予定通りトランプの話をしよう。キングだったら別の話だ。そしてジョーカーだったら。進藤さんの目がキラッと光ったような気がした。お前の学校に伝わる本当にヤバい話を聞かせてやるぜ。さあ、どれを選ぶ？え、どうして僕の学校の話を知ってるんですか？それはジョーカーを引いた時のお楽しみだ。さあ、1枚選べ。さあ、ここでどのカードを選ぼうかという選択肢が出てまいりますが、実はここには一つ謎が隠されているんですね。僕は床に落ちていたカードを拾って進藤さんに差し出した。床にカードが落ちてるって展開だったんですね。私ここで進藤さんが、お前本当にトランプ嫌いなんだなみたいな感じで、選べもしないのかよみたいなことを言うのかなと思ったんですけど、特にそういうわけではなく、実は他の選択肢があるぞっていう展開になるんですね。面白い。進藤さんは気がつかなかったようだけど、トランプを用意するときに彼の手元から1枚だけ滑り落ちたのだ。ここが分岐でした。ゲーム実況会談。さあ、皆さんは鳴神学園の方でプレイされましたか？は？何やってんだお前。ああ、俺が落としたのか。悪いな。進藤さんはカードをちらりと見て眉を潜める。忘れていた苦い味わいが急に蘇ったという感じの表情だった。まさかこんなところで出くわすとはな。気がつかないうちにどこかに行っちまって、俺も全く気にはしていなかったんだが、トランプに紛れ込んでるとは思わなかった。妙な縁を感じるぜ。こいつはこいつで俺にとっちゃいわくつきの代物だからな。そんな話に惹かれて手元を見下ろす。それはトランプの華やかな絵柄とは異なり、白地に黒い文字の並ぶ至ってシンプルな名刺に見えた。ほう、名刺。僕が文字を読み取る前に、進藤さんは手を伸ばしてそれを受け取る。なんとなく、汚らわしいものに触れるような手つきだった。お前は俺が並べたカードじゃなく、こいつに触れた。
選んだとも言える。つまりこの席は俺が用意していた話ではなく、これにまつわる話を欲しているのかもな。いいだろう、だったら話してやるよ。見ての通り、これはただの名刺だ。いわくつきとは言ったが、別に妙な呪いがかかっているわけじゃねえ。ただこいつを見るとどうしたって思い出しちまうことがあって、それがどうにも薄気味悪いってだけだ。渡された時は何とも思わなかったが、今となっちゃこのうさんくさい肩書きからして忌まわしく思えるな。見ろよ、ほら。あー、来ましたね、ここでマジルさん。はい、呪いのゲーム実況者マジル。うん、シンプルですね。進藤さんは何とも言えない笑みを浮かべて名刺の表を僕に向けた。一見しただけなら真面目で無難な名刺に見えるが、呪いのゲーム実況者マジル、中央に記されているのはそんな文字列だった。どこで出会ったんでしょうね。ゲーム実況動画っていうのはわかるか。まさに今撮っておりますゲームをプレイしながら思いのままに実況して、その様子を動画で配信したものだ。今じゃゲームを作った側がそういう配信を認めてるケースも多いし、大抵は無料で見られるし、金のない学生にとっちゃ格好の娯楽だよな。お前も一度ぐらい見たことあるんじゃないか。はい、もちろん。そういう動画の配信者は多くは趣味でやってるんだが、最近じゃプロも増えてきてるんだってな。ゲームを実況するだけで生活が成り立つなんて夢みたいだが、それなりに苦労もあるんだろう。めっちゃ苦労してますよ。話を戻すが、この名刺はとあるゲーム実況者が配ってたものだ。だから載ってるのは本名じゃなくて実況者としてのハンドルネームだし、連絡先は SNS の ID と動画一覧にアクセスできる URL だけ。ああ、わかってる。なんで呪いのゲーム実況者なのかが気になってるんだろう。名刺に入れ込むには物々しい響きだもんな。だが悪いな、その説明についてはちょっとお預けだ。俺はこいつをダチのダチから回ってきて受け取ることになったんだが、初めて見た時は意味がわからなかったな。その時の俺はゲーム実況なんてよく知らなかったし、肩書きも名前もうさんくせえし。マジルってのはさっきも言ったように実況者としての名前で、聞いたところによるとマサルっていう本名とマジナイを混ぜたものなんだとよ。初めっから見る趣味があってっていう感じじゃなかったんですね、こっちの進藤さんは。なんかね、鳴神の方の進藤さんはね、もともと好きそうな感じでしたけどね。実のところマジルは最初から呪いの実況者を名乗ってたわけじゃない。もともとはホラーゲームに的を絞った割とメジャーなタイプの実況者だった。うん、どこからかね、強みを見つけたんですよね。まあ一口にホラーゲームの実況者といってもいろんなのがいるもんだよな。プレイが上手いから尊敬されるやつ、下手だから逆に面白がられるやつ、怖がりとしてリアクションを期待されるやつ、全く怖がらないところを評価されるやつ、有名人になることを目標に頑張るやつ、あくまで趣味としてマイペースにのんびり楽しむやつ。マジルは腕前はそこそこだが、恐怖耐性は人一倍だった。ホラーものを好むくせに霊的なものは一切信じていなくて、怖い目に会えるなら会ってみたいが口癖でな。俺はホラーゲーム実況者だった頃のあいつの動画を遡って見たこともあるが、とにかくその強すぎる心臓に驚くやら呆れるやらだったぜ。人間、霊的なものを信じていようがいまいが、突然の刺激にはやられるもんだろう。物陰から出てきたモンスターに襲われるとか、いきなり画面全体に血濡れの女の顔が大写しになるとか、使い古された手段でも反射的にびくついちまう。私もジャンプスケア系はね、苦手なんですよね。もう手がガタガタってしてしまいます。声はね、普通なんですよ。だからね、あんまり驚いてないように見えるんですけどね。けどマジュルにはその手も通用しないようで、全くの無反応か鼻で笑うか、いずれにしても何もなかったようにプレイを続行するんだ。そんな動画への反応は真っ二つで、怖い演出を徹底的にバカにする態度に興ざめするやつもいれば、動じないから安心して見られるって評価するやつもいた。まあね、好みは好き好きですからね。俺か？そうだな。マジルがあのままホラーゲームの実況ばかりをしていたんなら、すぐに飽きて見なくなったろうな。
大したリアクションはないし、そもそも口数自体が少ないし、淡々と進めるからゲームっていうか単純作業みたいな感じでよ。正直眠くなっちまった。だがマジルはファンのリクエストをきっかけに実況者としてある方向転換をしたんだ。あいつはどちらかといえば再生数やファンを増やすことに貪欲だった。だからリクエストにはなるべく答えるようにしていたんだよ。本人にしてみりゃ今までやってたことの延長ぐらいの認識だったんだろうが、結果としてそれはマジルの人気を押し上げることになった。ああそうだ、奴はただのゲーム実況者から呪いのゲーム実況者に変わったんだよ。俺が名刺を手に入れたのはその直後ぐらいの話だ。いよいよこの不思議な肩書きについての説明をするか。呪いのゲームってのはな、不吉な噂のつきまとうゲームのことだ。関係者が次々に不幸な目にあったとか、意味深なバグがあるとか、プレイすると呪われるとかな。そういう話耳にしたことはねえか？なかったとしてもちょっと検索すりゃいくらでも薄気味悪い話は掘り当てられるぜ。不思議なもんで、ただのホラーゲームなら平気なやつでも、そういう現実にはみ出した噂については不気味なものを感じるらしいな。ゲームそのものは子供向けの害のないやつだったとしても、プレイをためらったりする。ちょうど俺のダチがそうなんだが、もしかしたら自分に影響があるかもしれないって考えが頭から離れないんだと。呪いのゲームをプレイしたって自覚することでペースを乱されるのも嫌だとか言ってたな。まあね、先入観ってのがね入っちゃいますからね。それまでと何にも変わっていないのに、ちょっとした不幸を呪いと結びつけて考えるようになるタイプだからってさ。まあ避けるのはね正解かもしれないですよね。はい、なあお前はどうだ？プレイすると呪われるゲームなんてものがあったとしたら。私ナルカメの初見プレイの時はね、自分でプレイしたいをやったような気がしますね。はい、動画なら見てみたいが一般的なんじゃないかなっていう話はしたような気がしますけど、興味がないは、なんか新聞部員だったら興味がないのはどうなんだって怒られたような気がしています。今回どうしようかな。やってない動画なら見てみたい、行ってみようかな。そうか、やっぱりプレイすると呪われるゲームだなんて信じようが信じまいが、自分でやるのは抵抗があるよな。まあ俺の場合はそんなに繊細でもなくて、主にめんどくさいって理由だ。どんな内容なのか気にはなるが、動画で上げてくれるやつがいるならそれを見るだけで十分満足できる。ってわけで俺はマジルの動画を楽しみにするようになった。意外とハマってますね。一口に呪いのゲームと言ってもいろんなのがあったな。例えば俺が最初に見た動画は、動物と会話しながらレストランを発展させていく子供向けのゲームだった。見た目は可愛いんだが、キャラクター全員の首が取れるバグがあってな。もうトラウマですよね、こんなんね。しかもその首はレストランの厨房にゴロゴロ転がってるんだ。あくまでもバグでわざとやってる演出じゃないんだろうが、可愛くてほのぼのしたゲームを求めてプレイしたやつにとっちゃトラウマもんの光景だったろうよ。それから主人公の名前をカガトシに変えると住人のデータが全て消えてしまう RPG なんてのもあった。町に行こうが城に行こうが誰もいなくてガランとしてるんだ。誰にも話しかけられないからイベントも一切進まない。仕方がないから外に出て戦闘していたら、いきなり英語と数字だけのおかしなメッセージが流れ出した。そしてその最後に「加賀俊君」っていう文字列が出たと思ったら、いきなりフリーズした。これもバグなんだろう。よくわからねえが、動画の視聴者の中にプログラマーでもいたらしく、なんでこうなったのかの解説をしてたよ。ゲームスイッチがどうとか。原因がはっきりしていることとはいえ、知らずにやったら意味深で怖いよな。なんか意味を考えちゃいますよね。それから発売日当日に回収されたゲームなんてのもあった。なんでも誰一人としてクリアできなかったらしい。テストプレイは？まあその噂の真相は、プレイすると PC のハードディスクが壊れるゲームという別の意味で怖い話だったんだけどな。もう絶対手にしたくないですね。もちろんそういうバグが原因のものだけじゃなくて、プレイすると呪われるという噂のあるゲームもマジルはいくつかやってたぜ。そういうのって内容は普通で特に怖い演出もない。淡々とプレイして淡々とエンディングを迎えただけ。
でもそういう曰くがあるっていうだけでちょっとは怖く思えるもんだな。マチルが配信している動画サービスだと、見てるやつが書いたコメントが画面の右から左へ流れるんだが、いくつか怯えきったものがあったな。ね、ニコニコの感じですよね。この動画を見てたら窓をコツコツ叩かれた。4階なのに。今いきなり犬が虚空に向かって吠え始めた。怖いので見るのやめます。やばい、これは本物だ。みんな今すぐ見るのをやめた方がいい。こんな感じで。まあ、マジルは相変わらず心臓の強いところを見せて全部笑い飛ばしてたけどな。このゲームで呪いを受けるとしたら俺だけなんで、皆さんは大丈夫ですよ。声が入ってる。そんでもって、今まで何本かプレイしたけど、俺一回も呪われてないです。もしかしたら自覚がないだけかもしれないけど。って実に楽しそうな声で言ってた。これあれですよね、クラウドファンディングの追加コンテンツで入ったんですよね、ボイス。いやー、まさかのマジルさんの声があるなんて。そうして呪いのゲームの実況を続けていたマジルだが、すぐに人気が出たわけじゃなかった。とはいえ、ホラーゲームの実況をしていた頃よりは伸びてたんだけどな。ずっと2桁止まりだったのが500ちょっとまで行ったんだから、はたから見りゃ微妙な伸びでもマジルは手応えありだと思ったらしい。マジルはこの路線を突き詰めていくことにして、もっと人目に留まるにはどうすればいいのかを考え始めた。真っ先に気になったのは自分の動画に寄せられたコメントだ。ああ、これは〇〇さんの動画で見た。この仕様初めて見た時はめちゃくちゃ怖かったっけ。これは有名なバグだな。最新のパッチでは治ってるけど。大抵の視聴者はマジルの扱うゲームや曰くについて動画を見る前から知識を持っているんだよ。呪いのゲームの実況には何人かの先駆者がいて、いずれも多くのファンがついていた。ホラーゲームよりもプレイヤー人口は少ないから多少は目立つものの、結局は後追いの立場になっちまったわけだな。さっきも少し触れたが、呪いのゲームの実況を見るやつの多くはとにかく好奇心を満たしたいんだ。どんな逸話があって、どんな現象が起こるのか、なぜそんなことになったのか、実際にプレイしたらどうなってしまうのか、そういうことが知りたいんであって、ゲームそのものを繰り返し楽しみたいわけじゃない。先駆者の動画でゲームの内容を知ってしまえば、マジルの動画をわざわざ見る必要はないのさ。俺だってダチのダチってよしみがあるから、あいつの動画を優先してたってだけだしな。なるほど。で、マジルはこう思った。逆に言えば、誰も取り扱っていない呪いのゲームを発掘して実況すれば、マジル自身が先駆者になれるってな。もちろんすぐに人気者になれるわけじゃないが、誰よりもいち早く誰よりもコアなゲームを配信し続ければ視聴者を増やしていける、そんな風に判断したんだ。目の付けどころはね、すごいですよね。まあ、それはその通りだと思うぜ。さっきも言ったように、視聴の動機の多くは好奇心。配信者の好感度は二の次で、どれだけ美味しい情報を与えられるかどうかだけが要なんだ。シンプルな勝負だな。それまでのマジルは、ネット上の掲示板や SNS から呪いのゲームの情報を入手していたんだが、他の実況者たちも同じことをしているようなので、別の線を探ることにした。誰もがアクセスできる情報じゃなくて、自分だけが得られる情報に活路を見出すしかない。で、マジルが思いついたのは、友達の友達をたどるというものだった。顔が見えない不特定多数の逆を張ってリアルな人脈に頼ったってわけだ。そう、この名刺もそのために作って配ったんだよ。おかしなゲームの噂があったら教えてくれ、現物のゲームを持っているなら提供してくれってさ。普通なら分の悪い賭けだったかもしれない。呪いのゲームに詳しくて、でもネットには情報を落としていなくて、何人かを介してマジルとつながっているなんて、そんな都合のいい存在そうそういるわけないだろう。でもマジルはついていた。いや、後のことを考えればついているかどうかは微妙だが、めったにない可能性を引き寄せたことに変わりはねえな。叔父の遺品を整理していたら、個人が曰く付きのゲームのコレクターだったことが判明して、どう処分したものか悩んでる。名刺の配り先の一つから、そんな奴が名乗りを上げたんだ。
そのおじってのは若い頃はゲーム会社で働いていて、人脈を生かして不吉とされるソフトを集めていたんだな。何らかの理由で発売できなくなったゲームや、発売されたけど回収されたゲーム、開発途中のデータ、個人間でだけやり取りされたロムの書き換えデータ、貴重なものも違法なものも手に入れられる立場だったんだ。おまけに当時は今と違ってネットワークも発達してねえから、話自体が出回っていない。今になって情報が漏れることも、それを見た他の実況者に先に紹介されちまうこともないわけだな。マジルは貯めていた小遣いのほとんどを切り崩して、そのコレクションを一切合切買い取った。そして片っ端から実況動画を上げていったんだ。これが見事に当たり、マジルは一躍人気者になった。なんて言ったって、ゲーム本体を手に入れることはもちろん、情報を得ることだって他の奴らが真似できるもんじゃねえ。中には権利関係とかで流出しちゃまずいものもあったし、実際に削除された動画もあるんだが、それはかえってマジルの動画全体に箔を与えることになった。視聴者は物好きばかりだからな。やばけりゃやばいほど見たくなるもんだし、いつ消えるかわかんないってなりゃ後回しにもできねえ。再生数はうなぎ登りだった。うん、羨ましい。あ、すごい！マジルさんの顔までありますね、こっち。まじまじ呪われゲーム実況。下にいますね。マスクしてる。そうして、目に見える形で手応えを感じたからなんだろう。ある日、マジルは初めて生放送に手を出したんだ。生放送ってわかるか？そのまんま動画主がリアルタイムで放送して、視聴者もそれをリアルタイムで見るって代物でな。はい、よくやっております。コメントも送れるから、視聴者がやってほしいことを言ったり、動画主が生の声でそれに答えたりといったやり取りもできるようになってるんだ。俺はたまたま動画サイトにアクセスしたらやってたから、なんとなく見ることにしたぜ。大した用事もなかったしな。俺が入った時はまだ実況は始まっていなくて、音量や画質を確認している最中だった。視聴者は300人くらいだったかな。多いのか少ないのか俺にはわからないが、初めての生放送にしちゃ大したもんだったんじゃないか。ああ、でも確か視聴者数はそれまでの合計しか表示されないんだっけ。聞いたけど見るのをやめちまったやつも数えられてたのかもな。画面には、まじまじ呪われゲーム実況っていうタイトルが表示されてた。実況が始まったら、ここにゲーム画面が映し出されるんだろう。それから、右下に小さい画面もあって、そっちにはまじる本人の顔が映し出されていた。実況してるやつの表情とか、リアクションとかを楽しみたいってやつに向けての工夫だな。俺は本人に会ったことねえからな。今まで散々声は聞いてたけど、こんな顔してたのかって不思議な気分だったぜ。それまではヒョロヒョロしたもやしみたいなやつをイメージしてたんだが、意外と普通だったな。野球部のベンチにいそうな感じ。で、準備の済んだマジルは改まった様子でこう切り出した。今日の生放送なんですけどね。これ俺が持ってる中でも一番ヤバそうなゲームになります。俺が実況してるゲームはほとんどある人のコレクションなんですけど、なんとこのゲームは厳重に封印された状態で発見されたんですよ。缶に入れられてて、しかも缶ごとガムテープでぐるぐる巻きにされてました。剥がすのにめちゃくちゃ苦労したんですよ。うんうん、こんな声だったんですね。さあ、楽しみです。かゆうまさんがまた。マジルの発言を受けて、画面を横切る視聴者のコメントが急に増えた。ああ、そうだ。マジルが生放送を始めた動画サービスは、さっき言ったように画面に直接コメントが流れるタイプのものだった。マジル本人にも見えると、ゲームの邪魔になるから動画のシーンだけは別の形式で見えるもんらしいけどな。なんか合成音声でコメントを読み上げるサービスもついてたし、あれならゲームしながらでも耳である程度拾えるんだろうな。とにかくざわめくコメントを余裕で受け流して、マジルはゲームの情報を語り始めた。前にもちょっと動画で触れたんですが、俺はあるコレクターさんから譲り受けたコレクションをプレイさせてもらってるんですね。で、
いつもはゲームにコレクターさんのメモがついてるんですよ。どういう曰くがあるのかとか、どこで何をすれば怖い現象が見られるのかとか。で、俺はそれを見ながら進めてるだけなんす。このゲームに関してはメモも何もついてなくて、どこで入手したのか、どんな噂があるのか、どこで何をすれば何が起こるかもわからないんすよ。だからおかしな部分が見つかるまでは普通のゲーム実況みたいにやるしかなくて、もしかしたらぐだるかもなんすけど、それはご了承くださいと。とりあえずゲームの紹介いきますね。タイトルはクリミナルキッズ。ちょっとだけプレイしてみたんすけど、ドット絵の横スクロールアクションでしたね。はい、クリミナルキッズ、音もついてる。そんな説明と一緒に画面にクリミナルキッズのスタート画面が映し出された。開発中止になったゲームだからなのか、黒字にスタートって白い文字が出てるだけの代物だったが、ファミコンっぽいくらでゲーム性はロックマンに近いのかな。序盤から結構な難易度で超死にました。一つ気になったんだけど、主人公の死に様がやたら凝ってるんですよね。敵にやられた時もパターン多くて、首が飛ばされるとか、串刺しにされるとか、内臓を引きずり出されるとか、穴に落ちた場合もそのまま死ぬんじゃなくて画面が下にスクロールして潰れたグラを見せてくれるんです。血の量もやたら多いし、まあドット絵だからそこまで怖くはないと思います。じゃあ早速ゲームスタート。マジルは早速プレイを始めた。説明通り主人公が敵を倒しながら進んでいくアクションゲームだった。タイトルは殺風景だったが、ゲームの内容や BGM はちゃんとできてたぜ。ね、かっこいいよねこれね。ストーリーも何もなく急に始まったから設定とかはわからねえが、どうやら舞台は都会っぽいところだった。夜空をバックにビルのシルエットが広がってて、ところどころに明かりのついている窓がある。主人公はスーツとマントみたいなのを着た小柄な人間なんだが、クリミナルキッズってタイトルからして子供なのかもな。それが車を避けながら道路を走ったり、ビルからビルへジャンプしたり、マフィアみたいな敵にビームを打って応戦したりしながら進んでいくんだ。音をめっちゃ聞いちゃうビーマニキンが俺にはよくわからねえが、コメントでは面白そうって言われてたし、結構手堅い作りなんじゃねえか。それで肝心の呪いのゲーム要素についてだが、それっぽいのは見当たらなかった。確かに言われてた通り、主人公の死に様はグロい。無駄にバリエーションがあるし、でも荒いドットだから怖いっつうかシュールだし、これぐらいなら探せば他にもあるっていうか、もっと過激なのだって当たり前だろ。そもそもマジルが説明していたように、今回はノーヒントだ。どこに異常があるのかを自分で探す必要があるし、そもそもおかしな現象があるのかどうかすら保証されてね。生放送でやるには向いてないんだな。関東ガムテープで封印されてたってあたりにはそそられたが、肝心のところが手探りなんじゃな。マジルは必死に盛り上げようとしてたが、あいつのゲームの腕前は大したことない。何度も死ぬせいで同じステージばっかり繰り返し見せられることになって、俺はものの5分で飽きたぜ。多分視聴者の数もすごい勢いで減ったんじゃないか。はい、皆様ご不満ですステージ1をクリアできない呪い面白いなはい、頑張れ。あ、優しさね、死ぬぐらい多い。確かに。おやすみなさい、寝てる。諦めないで、青い壁壊せそう、かゆうまそれでも俺が動画を流し続けたのは、好奇心が残っていたからとか、ダチのダチっていう義理があるからとか、そういうんじゃねえ。ダチから電話があって話し込んでたんだよ。パソコンで動画を流しっぱなしにしてることはすっかり忘れてた。で、2時間ぐらい経ったかな。ダッシュとの電話を終えた俺は、そこでやっと開きっぱなしの動画に気づいた。結構いい感じになってたし、そろそろ寝ようかと思いつつディスプレイに近づいたんだが、そこでマジルの興奮しきった声が聞こえたんだ。おお、マジでこの壁壊れそう。隠しルート見つけたかも。画面を見ると、主人公のキャラクターがビルの中の行き止まりの廊下に立って、目の前の壁に何度もビームを打っていた。本当に打ってる。かわいい凝ってますね。
まさかこんな感じだったとは。攻撃が当たるたびに豪快なヒット音がして、徐々に壁のひびが広がっていくんだ。はい、皆さん興奮されてます。もうちょっとで閉じるとこだったね。石っぽいルートじゃ進めないようになってたのか。これはわからねえよね。パチパチパチ、まだ壊れてないけどパチパチしてる。はいはい、見続けてよかったその壁はかなり手ごわくて、俺が見始めてからもなかなか壊れなかった。それから30回ぐらいはガンガンやってたな。それでもやっと進展があったってことで、屈したようなコメントはなかった。俺もこの先何が起きるのか気になってついつい見入ってたよ。で、ついに壁が壊れた。派手な音と一緒に破片が飛び散って、ぽっかりと真っ黒い穴が開いたんだ。やっと破壊できたんですね。ドーン、やったね。オメがいっぱい、パチパチいっぱいね。すげえ、壁がて、ありがとう、嬉しい、かゆうま視聴者が何人残ってたかわからねえが、みんな興奮しているみたいだった。無理もないよな。俺は再生してんのを忘れてただけだから忍耐もクソもねえが、奴らはこの1時間変わり映えのしないプレイ画面に延々付き合ってたんだから。小さな画面に映ってるマジロの顔も嬉しそうだったぜ。喜びすぎて突き上げた拳がカメラに当たってずれるなんてアクシデントもあったしな。さて、やっとの思いで見つけた隠しルートの先には何があるのか。カメラの位置を直したマジルは再びゲームに集中した。立ち尽くしていた主人公は吸い込まれるように穴へと入っていって、画面は暗転した。そして次の瞬間、めっちゃ怖い音じゃないですか。何の前触れもなく画面が真っ赤になった。マジルは大きな声を上げたが無理もね。何が起きるのか前のめりになって見てたところに不意打ちの赤一色だからな。俺も目を焼かれたような気がして反射的に顔を背けちまったぜ。なんだこの文字。しばらくしてマジルの戸惑った声が聞こえたので画面に目を戻した。画面は相変わらず赤一色だった。さっきはいきなりだったから動揺したが、慣れちまえばどうってことはね。で、マジルがつぶやいた通り、そこに白い文字で次々に文字が表示されていた。この音、本当にディスプレイとかから聞こえるように聞こえるな。はい。34.9284884813567333首切り腹先。ひだるまこっぱみじん、だるまやつざき。長い数字とカタカナ。数字はわけわからねえが、カタカナの方はなかなか物騒なものばかりだ。なんでしょうね。わあ、いやあ、どうすればいいんだ怖いね。怖くなんかねえな、震え。まっぽい。この、数字は、コメントはまたもや盛り上がった。まあそれ目当てに集まってた連中だもんな。恐怖に震えるやつが多い中で、冷静にその文字の正体を指摘してるやつもいた。要はカタカナは主人公の死因で、数字はゲームの処理で必要なものって解釈だ。まあでもそう思いますよね、やっぱりね。マジル自身も恐怖耐性の高いやつだから、すぐにコメントの言わんとするところを理解したらしい。あー、確かにそうっすね。これ主人公の死に方だ。この首切りってのが首飛ばされるやつでしょ。腹先は内臓をずるって出される死に方で、火だるまもあったよね。爆発に巻き込まれて燃えたあれ。うん、一通り見たかな。つまりここって開発中に使ってたシステム部屋なのかな。デバッグモードみたいな。語彙はグロいけど、まあ普通のことっすね。マジルの冷静な声を聞いて、怯えてた連中も落ち着いたらしい。納得したコメントが相次いで流れた。とは言っても、失望した気配はない。この手のゲームの大半には、ちゃんとした原因があって、バグだとか仕様だとか、現実的な説明がつけられるもんだからな。むしろ味気ない真相でもいいから、突き止めて安心したいってやつも多いんだろうよ。
マジルはマジルで変わり映えしない放送で視聴者に愛想をつかされかけたことが答えてて、そこからなんとか持ち直せたことに安心してたみたいだ。この画面だと入力しても特に反応はないっすね。というわけで、クリミナルキッズはグロい死に蔵と物々しいシステム部屋があるというだけのただの未完成作品でした。いやー、やっぱり情報なしに一から呪われ部分を探すのってきついっすね。今回は鬼難易度だったから特に覚悟してくださいとは言っといたものの、見事にぐだっちゃってすいませんでした。この反省は次に活かしたいと思います。ではでは、またそのうちに生放送なり動画アップなりやりますんで。そんな風に無難にまとめて生放送を締めくくろうとした。俺は俺であくびを噛み殺しながらブラウザを閉じようとしたよ。けどその時、待って、その数字緯度と経度だと思う、度数表記。そんなコメントが画面に流れてきたんだ。小さな画面の中でお開きの挨拶をしていたマジルは、電子音声の読み上げでそれを聞きつけて不思議そうな顔つきになった。緯度と経度、緯度と経度、度数表記。それに答えるようにコメントに住所らしきものが流された。住所出されると怖いよね、さすがにね。はい、 H 県 MC アイトンネル、 T と MC 公園。それはどうやら数字を緯度と経度として捉えた場合の住所らしかった。なんか度数表記っていうのだと、さっき説明した桁数になるんだと。で、ここではぼかすが、それは実際にある地名であり住所だったよ。表示されていた6桁の数字をすべて変換したらしく、一時画面は6つ分の住所に占拠された。それが終わるとしばらく間を置いてコメントがどっと増えた。驚くコメント、納得するコメント、偶然じゃないのかと問いかけるコメント。ちなみにその時俺が一番共感できたのは、ひらがな米なんか怖いだったな。マジルは半信半疑の様子でコメントの裏を取った。多分俺たちに見えてるのとは別のディスプレイで操作していたんだろうな。しばらくは無言のまま検索していたようだったが、やがてマジルは納得したように一つうなずいた。あ、これマジですね。全部日本のどっかに当てはまります。デタラメな数字じゃないんだろうな。しかも結構全国に散らばってるような。何なんだろう。視聴者たちも同様に調べてたんだろう。同じ結論を出したコメントがいくつも流れた。開発者たちの出身地だとか名所じゃないかとか、共通点を探すような推理もあったな。相変わらず偶然を疑う声も多かったが、大抵は意味ありげな結論に湧いていた。全部殺人事件起こってる、アイトンネル火だるま。マジか、やめろ、ふざけんな。ねえ、全部ひらがなさんはね、初めから応援してくださってましたからね。ひらがなのやつの指摘とそれに対する悲鳴みたいなコメントが収まると、次は早速調べたやつらや事件に心当たりのあるやつらが口々に語り出した。調べちゃったんだね。調べたけど全部一致。いやー、怖いですね。はい、心当たりのある事件がいっぱい集まってきますね。発表されてないんじゃね、ひだるま。そう、知らないやつもいっぱいあるっていうね。はい、ひらがなさんは出てきたっけね、ここからは。そこで黙って成り行きを見守っていたマジルが口を挟んだ。まあまあまあ、みんな落ち着こうね。多分これ偶然だから、まだネットも発達してない当時にこれだけの情報が集められるとは思えないっすね。わざとレトロ調にしたって感じでもないし、だからわざと組み込んだってのは無理があると思います。まあ偶然とはいえ、ここまで一致するのは確かに怖いけどね。これは呪いのゲーム的にはかなり本格的っていうか、掘り出し物だったっすね。
マジルのどこまでも冷静な声に諭されて、納得のコメントが溢れた。みんな安心しながらも、がっかりしてる感じだ。ま、気持ちはわかるけどな。俺もこれは本物なんじゃないかってちょっと期待したから。でもまあ、マジルの言う通りだ。そんな感じで一件落着。今度こそ生放送は終わるかと思われた。気づけばもう真夜中だ。さすがにもう寝ないと翌日起きるのがしんどいだろう。だから俺はマジルの挨拶を聞き流しながら動画を閉じようとしたんだが。増えますね。手術。ゲーム画面が変化した。今までと同じように桁の多い数字と気味の悪いカタカナ。それが一番下に付け加えられたんだ。もう何年も前に開発が止まったゲームで、システム部屋なら今更動きがあるわけないのに目の前で増えたんだよ。コメントが急に静まり返った。今まで何かがあるたび、それぞれの気持ちを叩きつけるように垂れ流されていたのに、悲鳴も茶化すような発言も、冷静な指摘も何一つ現れなくなった。目の前で起きていたことが理解できなくて、書き込む余裕がなかったんだろう。それはわかる。俺も指先まで凍りついちまって、バカみたいに真っ赤な画面に見入るしかなかった。きっとみんなそうだったんだ。それだけのことだ。でも俺は、その沈黙が怖かった。俺はずっとコメントせずに見てただけだが、生放送を見てる奴らの反応に救われてたんだって、急に実感したよ。言葉にならねえ気持ちを代弁してくれてたっていうか、それが急になくなっちまうもんだから、この気持ち悪い放送を見てるのは俺一人なんじゃねえか。いきなりみんなと切り離されちまったんじゃねえかって、そんな気になったんだ。なんだこれ。ぽつりとマジルが漏らした。声は震えていなくて、いつもと変わらない発音だった。多分あいつの中では現実的な説明がつく範囲の出来事だったんだろう。ゲームの内部処理が追いついたのかな、とか言いながら再びキーボードを叩き始めた。多分新たな一行の数字を緯度と経度に当てはめてみてるんだろう。俺は身動き一つできないまま、さっきから流れているっていう心電図みたいな音とマイクが拾ったせわしないキーボードの音を聞いていた。確かにマジルの言うような解釈だって妥当なんだろうな。ゲームのことは俺にはわからねえ。ゲーム本体からしたら当たり前の処理が、俺たちにはなぜか怖いものとして映る、そういうことだってあるだろう。いや、むしろ俺はマジルの動画を通してそういうパターンばかりを見てきたんだ。でもその時はやたら胸騒ぎがした。耳の内側でガンガン心臓が鳴ってた。ここから先は見てはいけない。おとなしく動画を閉じろ。すべてを忘れて寝ろ。そんな風に炎が囁きかけてくるみたいだった。オーフ、ケーシ、1175、サンハウス8?しばらくして、マジルは表示された結果を小さく読み上げた。次の瞬間、小さな画面の中でマジルの顔色がはっきりと変わった。そうだろう。なんだよこれ。あいつがあんなに裏返った声を上げるのを初めて聞いた。それまで何があろうと鼻先で笑うか全くの無反応だったホラーゲーム泣かせのマジルが。それをきっかけにして俺の中にある疑問が浮かび上がってきた。新しい一行の緯度と経度から一体どんな住所が出てきたんだろうって。オーフ、ケーシ、マジルはそうつぶやいたようだけど。しびれ切った脳みそがノロノロと動いてヒントみたいな記憶の断片をよこした。マジルの名刺をくれたダチは確かこう言ってたってな。去年までなら直に合わせることもできたんだけどな。あいつ遠くに引っ越したから。去年までは近くに住んでたんだけど、実況してると親がうるさいから引っ越して一人暮らし始めたんだってさ。今は、オーフのケーシだったかな。オーフ、ケーシ。何度記憶をさらい直したって変わらねえ。新たな一行の住所は、マジルの引っ越し先の町。
あいつにとって馴染みのある場所ってことだ。いや、馴染みがあるだなんて生優しいもんじゃないだろう。あのマジルが血相変えて怒鳴ってるんだ。本当はあいつの怯え切った声を聞いた時から分かってた。マジルが口にした住所はあいつ自身の住居とぴったり一致してるんだろうって。いやこれ、なんかすっごい近いんですけど。少し間を置いてマジルの声が聞こえた。冗談めかしてはいるが、かすれた声だった。なんて偶然だよ。なんだこれ、こんなことってある？伝説の生放送だよ。っていうか、個人情報の漏洩じゃん。まいったな。いやー、俺がすごい近いとか言わなきゃよかっただけなんだけど、これ後でも見れるように動画にしてあげようと思ってたのに。っていうかこれ見てる人、拡散するなよ。時々声を詰まらせながらも沈黙を恐れるように早口にまくし立てる。そうして茶化そうとすればするほど上滑りしていくような気がしたよ。小さい画面の中のマジルは引きずった笑顔を浮かべていて見てられなかった。コメントは相変わらず途絶えている。なんて声をかけたらいいかわからないのか、みんなビビってブラウザを閉じたのか、あるいは。そんなことを考えた瞬間、俺の金縛りがようやく解けた。同時にどこか遠くに感じられた恐怖がどっと押し寄せてきた。繋がっていたらダメだ。この生放送を断ち切らないといけない。一刻も早く。俺は冷え切った手を伸ばしてマウスに触れた。その時だ。では、これから行きます。私たちみんなで行きます。思いっきりダクするね。いただきます。画面を流れていったコメントを、俺はしっかり読み取ってしまった。これから行きます。私たちみんなで行きます。思いっきりダクするね。いただきます。そんな意味と、取った瞬間、全身に鳥肌が立った。あと1秒早く動けてれば、こんなにおぞましいものを見なくて済んだのに。やってくれるね、ひらがなの人。すごいね。うまいよ、煽り方が。でも、ちょっとやりすぎ。みんな黙っちゃってるじゃん。そうしてまくし立てるうちに、思考が追いついてきたのか、マジルの声に落ち着きが戻り始めた。言い切った後に、ははと笑い声さえ漏らしたよ。それを聞いた俺もなんとなく安心してマウスをクリックするのが遅れた。また遅れたんだ。おお、人影が近づいてくる。その瞬間、俺は自分の手元を見ていた。なのに画面の向こうに何かを感じたんだ。ディスプレイの向こうからこちらを覗き込んでいるような気配を。見てますね。それに反応する前に突然おかしな音がした。いくつもの物音が入り混じった得体の知れない生々しい音だ。ブチュッと何かが潰れるような音と、喉に詰まった悲鳴。プシュッと水っぽいものが吹き出したような音。それが全部同時に来た。耳の奥に粘りつくような、とにかく気持ちの悪い響きだったよ。俺は見た。死んでますね。下で、マジル君が。さらに、ゴボッと、詰まり気味の排水管みたいな音がして、右下の小さな画面に映っているマジルの口から赤黒いものが滴った。ちゃんと小さい画面で完全に実は見えていたんですね。まるで腐ったトマトジュースを吐き出しているみたいだった。同時にあいつの眼球がぐるんと上向いた。黒目がほとんど上まぶたに隠れて、しかも左右で向きが違うんだ。すごい忠実に描かれてる。自分の意志で上を見るだけじゃああはならないだろう。そして俺は
画面の端から何かが現れたのに気づいた。いるね。これでおしまい。次は誰にしよう。誰でもいい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 がいっぱい。あなたでも。ちゃんとクリックして閉じたんだね。意識するより早く指が動いてブラウザを閉じた。だから俺はそのコメントの全部を見ずに済んだんだが、途中までは読み取ってしまった。次は誰にしよう。誰でもいい。あなたでも。そんな言葉だったと思う。あなたっていうのは俺なのか、向こうは俺を認識していたのか、だとしたら俺をどうするつもりだったのか。俺は今やばいのか、これから何が起こるのか、そんなことがぐるぐる頭をめぐって眠れなかったぜ。俺は自分が見たものを必死に否定した。あれは全部マジルの仕込みだったに違いないってな。ひらがな野郎も視聴者のふりをしたマジルの協力者で、小さな画面の中で血を流していたマジルの映像も事前に撮ったもの。あいつの巧妙なドッキリに俺は見事に引っかかっただけ。そんな風に思うことにしたんだ。すると生々しい恐怖は明け方ぐらいには薄れて、うとうとする程度だが少しは眠ることができた。夜が明けてからもそう思い込めればよかったんだけどな。マジルが生放送のドッキリ大成功みたいな悪趣味なタイトルの動画を上げてくれれば、俺は罵りながらもほっと胸をなで下ろしただろうか。残念ながらそうはいかなかった。その数日後、俺はニュースで王府慶氏の惨殺事件を知った。被害者の名前はマサルだった。しばらく後、マジルを紹介してくれたダチからそのマサルがマジル本人で間違いないことを聞かされた。あいつの死体は連絡が途絶えたことを心配した家族が様子を見に来て発見したらしいが、あまりの惨状に正気を失って入院しちまったってよ。警察発表はされていないが、聞いたところによると腹を裂かれて内臓をぐちゃぐちゃにかき回された挙句、錆びた針金で縫い直されていたとか。それを聞いた時、俺はクリミナルキッズの主人公が迎えた死に様を思い出したぜ。手術台に縛り付けられ、生きたまま腹を裂かれていたドット絵のくせにやたらと血生臭いグラフィックを。それと最後の井戸と経度と共に現れた手術って文字をな。空前で片付けるには苦しいよな。マジルは本物の呪いのゲームをプレイしたせいで、ゲームの主人公の死に様の一つを味わうことになった。それがストレートな解釈だ。生放送中のマジルが偶然にも不審者に襲われて実況中のゲームと同じ恐ろしい死に方をしたなんて、それはそれで怖すぎる一致だろう。何にしたってあれは本物の呪いのゲームだった。クリミナルキッズが缶の中に封じられていたのは、ゲームの中のあいつを外に出さないためだったんだろう。あいつ、いや正確にはあいつらだ。マジルの部屋の中に残されていた痕跡からして、犯人は少なくとも10人以上いたらしい。そんなにいたんだあれ。そういえばコメントでもみんなで行きますって予告してたしな。そんな大人数に囲まれ手術されたマジルは最後にどんな恐怖を味わったんだろうか。それに個人的に怖かったのは、マジルの生放送であの恐ろしい光景を見たというやつが見当たらないことだ。ネットを見るにマジルが惨殺事件の被害者だということを知っているやつはいない。まあそれはわかる。公表されているわけじゃないし、 SNS や動画の更新が止まってやがてアカウントごと消えてしまうことだってそんなに不自然じゃない。飽きたり忙しかったり本人の事情で急にいなくなっちまうやつは多いからな。生放送の前半で脱落したやつがあの後どうなったとか聞き回ってるところは何度か見た。中には初めての生放送がグダグダになったことを苦にしてマジルが実況を引退したんだろうなんて憶測もあった。それだけならまだいいんだが、あの後のマジルは結局何も見つけられずにゲームを終えたという
俺が見たものとはまるで違う筋書きを風潮しているやつまでいたんだ。マジルがあの時隠し通路を見つけたことやそこから赤い画面に移動したことについて語っているやつはただの一人もいないんだ。動画に寄せられていたコメントからするにそれなりの人数が見守っていたはずなのに。忌まわしいが俺には一つ思うところがある。あの時生放送の後半を見ていた奴らのうち何人が人間だったんだろうってな。マジルはプレイすると呪われるゲームをいくつもプレイしていた。それでも身辺に何も起こらないからあいつは呪いなんてないって鷹をくくっていた。けど本当にそうだったんだろうか。あいつ自身に自覚がなかっただけで一つ一つの呪いは確実にあいつの魂に絡みついていたんじゃないか。そして生放送でクリミナルキッズをプレイしたことで小さな呪いたちは大きな悪意に出会いマジルの命を奪えるほどの力を得てしまった。俺の考えすぎか。だったらいいんだけどな。ただ俺はあの生放送のコメントの中におかしなものが混じっていたような気がするんだよ。まあ、かゆうまさんがいたからね。生放送は動画化されていないからもう見返すことはできないんだけどな。どのみち俺は一生怯え続けるだろう。今のところ俺のもとに奴らが訪れてはいないが、だからといって安全だという気は全くしない。なんせ俺の勘が正しければ奴らはもう解き放たれているんだからな。生放送に寄せられるコメントや SNS に書き込まれる文句、その全てが人間のものだとはもう思えない。いつ何時奴らが俺のことを思い出すか、俺の居場所である井戸と経度を突き止めるか、そんな風に怯えながら生きていくしかないんだ。なあ、お前は今の話を聞いてどう思った？俺が見たものは何だったのか、俺が感じている危機感は意味のあるものかどうか、俺の話を信じられるか。はい、ここで信じられる信じられないの選択肢がありますが、私はですね、ここで前回信じられるをね選んでおります。これはね私の心情からなんですけれども、まああのね目に見えないものも多分いろいろあるだろうなと思って信じられるを選んだんですが、私信じられないの選択肢のねエンディングを見ていないので信じられないでいこうと思います。こっち怖いね、襲われそうだ。ああ、そうかよ。お前曲がりなりにも記者としてここにいるってのにそんな態度でいいのか。ま、いいけどよ、きっと大物になるぜ。俺の話はこれで終わりだ。まったく、どっと疲れたぜ。おお！信じてくれないの？みんなあなたを見てるのに。あなたを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 。いっぱいいます！こんだけやられたらさすがに信じそうです。女の子なのかな？もう、逃がさない。逃がさない言われちゃった。困りましたね。久しぶりに嫌なことを思い出したからかな。おとなしく他の話にしておけばよかったかもしれねえな。で、次は誰の番だ？ロックオンされてしまうんですね、ここで信じないと。エンドナンバー100。逃がさない。はい。そして、ここで、荒井くんが出てきます。まさか、マジルの話がここで聞けるとは。ということで、このルートに入るとですね、荒井くんが話し出してくれるんです。というわけで、好きな荒井くんのお話は、また次回。今回はここまでにしようと思います。楽しみですね、この先が。この先のシナリオを全部読んだことがないのなので、もう私はワクワクでございます。ではでは、今回の進藤先輩のね、お話はここで終わりでございます。進藤先輩、ありがとうございます。そして、今日の朗読もここでおしまい。書き込んでくださった皆様、ご視聴の皆様、アーカイブで見てくださってる皆様、いつも本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の極め、あるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか？もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。